今月16日、岐阜市にある醤油の蔵元山川醸造で人気のイベントが開かれていました。その名もたまり屋カフェ、今回で14回目です。中に入ると行列が、その先にはたくさんのスイーツが並んでいました。醤油のシュークリームに醤油のどら焼き、そして醤油のティラミスまで。実はこれ、岐阜市などで店を開いている人気の洋菓子店やパン屋など9軒が山川醸造のたまり醤油で作った醤油スイーツなんです。あっさりしてて美味しいです。初めてなんで。醤油使ったけど甘すぎないのかな。甘すぎず食べやすいから、本当あんまり食べちゃいけないんだろうけど食べ過ぎちゃいますね。はい。そしてイベントはこれだけではありません。蔵元を探検できるツアーも。皆さんがお醤油のことについて一体どれくらい知っているのかですね、クイズをしながらちょっと一緒に勉強していただきたいと思いますが、この人がイベントの仕掛け人、山川醸造の3代目山川明夫さん、56歳です。15年前まではうち業務用専門にお醤油を作って出してたんです。で、一般小売するお醤油はほぼゼロだったもんですから、ここでお醤油を作っていることは知っている方はいても、その商品見たことがないっていう、そういう蔵だったもんですから、ここへ来て見ていただいて体感していただくのが一番ファンになってもらうには早いなと。岐阜市を流れる清流長良川、そのすぐ近くに山川醸造はあります。創業は1943年、従業員数12名。山川醸造のたまり醤油は大豆と小麦をおよそ9対1の割合で使い、麹菌と塩水を加えて戦前から使われる桶の中でおよそ2年発酵させて作ります。まあ、通常スーパーで売られているものは半年とかって言われてますんで、まあ、4倍ぐらいは熟成期間だけで長い。長く寝かせれば寝かせるほど、その塩のトゲトゲしさがなくなってお塩のうまみに変わってますんで、そういう意味でお塩もまろやかになっていくと。まあ、味を見て10人のうち3、4人ぐらいは甘いっていう。こちらは蔵元に併設する山川醸造の店舗。たまり醤油の特徴を生かして8年前に開発したのがこのアイスクリームにかける醤油です。意外な組み合わせが評判を呼び、年間およそ4万本を売る大ヒット商品となりました。びっくりしましたね。まさかそんなに売れるとは。お醤油っていうのはなかなかその飲んで味が分かるとか美味しいから買ってもらうっていうようなタイプの調味料ではないもんですから、なんかその場でこう口に入れて美味しいからこれくださいっていうような形のものに変えないとちょっと難しいなという思いがあって、このヒットを皮切りに7年ほど前から山川醸造のたまり醤油に興味を持った洋菓子店などとのコラボレートが始まったのです。こちらの店が作ったのは醤油を使ったロールケーキ。醤油をやはりすごく感じてほしいお菓子にしたかったので、味はすごく濃いんですよね。で、濃い中にもやはりまろやかなところですとか、しっかり味を出したいっていう時には他の食材ともしっかりうまく合いましたので、今やコラボレートは7件に上ります。もともと岐阜市周辺の飲食店を中心に 100% 業務用の卸として長年経営を続けてきた山川醸造。そこから醤油スイーツの大ヒットまでには一体どんな成功への分岐点があったのでしょうか。ターニングポイント。景気悪くなってくると業務用もなかなか皆さん外食が少なくなると、使っていただく量も減ってきますし、まあ、個人のお店ではなくてチェーン店がどんどん増えてくると、我々のような零細企業ってなかなかチェーン店の中に入り込んでいくことできないもんですから、
まあ、どんどんこう自利品になっていくということで、まあ、業務用がダメだとやっぱり一般家庭の方に行くしかないなと。でもそうなってくると大手の作っているものとは違う、あるいはちょっとニッチなレアな商品を作っていかないとすぐ価格競争ということが起きますんで、そうならないようなものを何か考えたいなと。いろんなことをやっていく中で、うちの会社は何する会社かなのかなということを考えたんですね。そのお醤油に限らず、美味しい食卓、楽しい食卓に提供する何かそのお手伝いってことになってくると、もっと幅が広くなってくるんじゃないのかな。でそう思えると、スイーツの方に手を出すことも、まあ、邪道というような捉え方はなかったですし、逆に枠がなくなって広がったと、まあ、いろんなことができるなっていうふうに思えるようになりましたので、そのことがやっぱり一番大きかったかなというふうには思いますね。山川さんが私たちにあるものを紹介してくれました。これがオーダーメイドで作らせてもらってるつゆたれですね。これは伊豆の方の卵屋さんが、自分のところの卵かけが欲しいということで作らせてもらってます。以前はそれぞれの飲食店などの要望に合わせてブレンドした醤油のみを卸していました。それをさらに発展させてオーダーメイドの加工品の開発を進めていたのです。すでに取引先は全国20社に及びます。どうしても大手になってくるとオーダーメイドといっても5000本とか1万本とかっていうような数になってしまいますので、小さなお店でも売り切れるようなオーダーメイドがないかというようなことで、まあそれだったら手頃な本数から作れますよ。木桶で作っているおいしいお醤油があるので、これをぜひどうぞっていうのも一つなんですが、なかなかまあ価格の問題もありますから難しいってなってくると、こういったことを次どんどんやっていく方が、まあ伝統を残していくということにつながっていくんじゃないのかなというふうに思ってます。中小の調味料メーカーは規模が異なるため、大企業と戦っても勝てません。小さいながらも小さいなりに自社の強みを発揮して利益を確保していかなくてはならないのです。また革新的な取り組みや地元らしさといった特徴から人々に支持されて選ばれる商品とならなければ、昔ながらの伝統を守り続けることはできません。ご覧いただいた山川社長は、取引先の飲食店が減っていく中で売り先を家庭用に切り替えて商品を開発し、多くの支持を得ることに成功しました。環境の変化に適応し、柔軟な発想でピンチをチャンスに切り替えて新たな市場を開拓したことが成功への分岐点になったと言えるでしょう。